日本艺人兼模特儿藤田ニコル1月14号下午，吃一个 cupcake 的巧克力圣诞树点灯仪式。他说，圣诞节的愿望就是能跟喜欢的人一起离开东京，去外地看霓虹灯装置。不过到现在这个人都没出现，所以目前他在家里吃巧克力。でもやっぱ東京だと人混みもすごいと思うので。ちょっと離れたところとか行ってイルミネーションとか見に行けたらいいなと思います。最高の変装の仕方は知ってるので多分バレないと思います、もし行くってなったら。またネットニュースにいっぱいなんか恋愛の元彼のこと話してるよってなっちゃうから、そろそろ怒られそうな気がするんでちょっと言いません。日本巧克力品牌 KitKat 庆祝发售45周年纪念，推出史上最多35种口味组合的点盒装，是数量有限的限定商品。同时，也在银座 KitKat 专卖店推出巧提拉米苏 KitKat 甜点。那嘛，今作ってるKitKat ショコラトリーの。チョコレートとかは我々パッシエとかが、通常毎日使ってるクーベルチュールっていうのを扱ってます。ですから材料が、そうですね、だいぶ違いますね、通常のキットカットとは。まあそういうのを今トータル的なキットカットの中の頂点をキットカットショコラトリーっていう名前でやっております。虽然藤田ニコル是日本大人，但是他在国外的名声众所周知。他说在讲中文是没有办法通用，但是现在离圣诞节只剩1个月，短期内也不可能遇到适合对象。他一个人过节，尼克鲁建议跟他一样一个人过节的人，准备一个过的礼物，35种口味，都是食物。新闻网已经报道。3、2、1，哦，ビットガット、サクサクリス。